い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター、前回ですね、風魔壁に行って幻獣が飛び出してきて、で風魔壁が再び封印されてしまいましたというところで、風魔壁監視所に戻ってきたんだけど、特にここは何もないと思ったら何が起こった。幻獣たちが群れをなして飛んでいった。帝国の人間も怯えるように逃げていった。幻獣はどっちへ？首都の方へ。ベクタ、もう少しでベクタ。あれは、どうした？ディナ感じる、近づいてくる、光った。なんだろう、まさか幻獣こっちに来る。ティナ危ない。バハムートが飛べるのは分かるんだけどさ、こいつみんな飛べるの幻獣って。まあ、ティナもでも空飛んでったかんね。デフォルトで幻獣は空が飛べるのかな、みんな。こんなのに体当たりされたら終わるだろ。飛空艇どこへ向かっている。怒ってた。行ってはダメ。この揺れ、さっきの幻獣、火事が効かない。燃えてる。構造上そんなに耐久力はなさそうだからね。めっちゃフラフラしてんだけど、でも火ついてこんなんでなったらめちゃくちゃ怖いよね。実際なんか飛行機のさ、乱気流とかでもちょっと怖いのに。シートベルトとかないからさ、吹っ飛ばされるんだろう、こんなんなってたら。いや、どっかに不時着しないと。これは砂漠に落ちたかな。これ山とかに激突してたら終わってるよね。てか砂漠でも終わってんだけどさ。まあまだまだ砂がクッションになる。元気だこいつも。元気だ。外出ればいいのかな。セッツァ、当分空の上はお預け。パティを別に入れ替えない。あ、そういえばなんか防具屋さん、防具ってか道具屋さんとかあるって言って。こいつすげえ、連れて行きたい。いつでも回復できる。ハイポーションエーテル、フェニックス。あ、煙玉とか売ってんじゃん。なんかあった時のために10個くらい買っとこう。で、万能薬も欲しいよな。10個くらい買っとこう。でもエスナ覚えちゃえばいらなくなるのかな。テレポストーン3つくらい買って5個にしとこう。よし、これでいいや。これであいつの給料も上がるはずだ。これどこ？あ、マランダのところじゃん。ちょっとマランダに入ってみよう。マランダの町、特に変わらないな。やりたい放題。こいつ元気に遊んでいる。で、こいつも相変わらず追っかけてんのか。結婚しろ、アイシャちゃん。カブとかぶってたら顔が分かんねえだろ。とりあえずベクタに行けばいいのか。チョコボで行こう、めんどくせえし。100円、はい。このチョコボが安いんだか高いんだかよく分かんない。さあ、このままベクタまで向かいましょう。なんかダッシュみたいな。もうすでにチョコボが早いのか。でもこれで100円か。ベクター、ああ、やられている。これリターナ兵だよね、これ多分。おう、リターナ兵。これは一体どうなっている。ガード、これは一体上に行けばいいかな。あ、バナン様、これは一体どういうことじゃ。幻獣がそんな
帝国に着いた時はすでにこの有様。まあいいんじゃないの、滅ぼしてくれたから帝国を、まあ、滅ぼしたってほどでもないけど、皇帝がお持ちです。こいつより早く行こう。お前の案内などいらん。私はもう戦う気はない。し、心を入れ替えた。幻獣が仲間を取り返しにやってきた。仲間が皆殺しにされたことを知ると町を荒らして去っていった。この耳でしっかり聞いた幻獣たちの怒り。我々も戦う気はない。戦争は終わった。勝手だな。幻獣の力、私は甘く見ていた。幻獣たちを放っておけば世界は滅びる。帝国の力など赤子に等しい。幻獣を説得し、その怒りを鎮めなければならん。人はその手に余る力を持ってはならない。ともかく今夜ゆっくり食事をしながら話したい。和平を快く思っていない兵士もいる。会食の前になるべく多くの兵士と話をしておいてくれ、頼む。あ、これはちょっと全部やっときたいよね。4分。こいつは意味ない。なんか話すと1人とか2人とか表示された気がするんだけど。契約悪行、牢に入れられた終身刑1人、戦争終わり2人、幻獣が帝国を襲ってきたボロボロ3人、戦う気はないように。左から行くか。宝物アラムピアス、エクスポーション。ここにはいないよね、人は。いっぱいいる。ケフカ、牢に入れられている。仲間を取り返しに来た6人。リターナ、ちょい待てい。これはちょっと待ってね。あんまりモーションが長いやつはめんどくさいから、スタでなんとかなんないかな。サンダだったらいいんじゃない。よし、これで流そう、オートで。その強さ俺だ。だってどれ話した、和平、エーテル、寝てんな。会食で全てが決まる。急に魔導研究所は閉鎖されました。和平に反対だ。そうか、ならば死ね。和平に反対ってこと、無理やり力でねじ伏せるから。和平も何もあったもんじゃないよ。たとえ力でねじ伏せても、従う者を殺して買うことを拒む者もいる。そうだよね。全くその通りだと思います。ここは多分全員話したかな。で、上に行って、ダッシューズがあったんだ。ちょ、待って待って待って、制御不能。いっぱいいる。帝国は不滅。ケーフか、いいざまだぜ。邪魔だ、ひどい。そんなんでいいの。長い戦争だった。家族はもう誰もいない。いや、寂しい。こいつ三日はいなそう。あと上行こう。マシンを使うことなく戦争が終わってしまった。ケフカ、ローに入れられた、まあ、ここにいる人たちはもう前線には多分出ないからね。これ何、これなんでお前らなんか手を組まなければいけないんだ、サージェント。やばい、もうなんか1分経ってるな。でもまあ一旦立たずうちに倒せるからな。強い。それならば幻獣を抑えられるかもしれない。そうか、そんなに強いとこは見せてないけどな。お前が弱すぎるんだ。で、これ右から結局出てくる感じか。隠れてるやつとかいないよね、なんか見えない隠し通路とかに。こいつは幻獣19人、疾風のかんざし。納得いかん。ケフカメ、毒を使うのは最低だ。精神、あとどれだ。全部でね24人だったはず。ここはあれだ、なんかケフカに話すとただの時間稼ぎなんだよね。で、あと下行けそうだね、帝国城。
リターナの中で最強の選手と聞く一体どれほどの強さなのか。ゲー、メガアーマーとか、マジか。しかし、マドレザ痛い。倒した。レベルアップ。さすが強い。22。で、これで23。俺は人を殺しすぎた。平和な生活には戻れん。こいつは優秀なエージェントだ。死なずに済んだか。24人。じゃあ、いっか。もうないよね。じゃあ、ちょっと、ケフか。見ましょう。せっかくだし。どいつもこいつもなんで俺がローに入れなきゃいけないんだ。かぁ。信じられない。一人こっちこんなことやってんのか。まあ、暇だもんな。やることがなさすぎる。つまらん。もう一回、もう一回同じの始まるんだ。飽きないな、こいつも。で、こっちとかもなんもないよね。トイレができるんだけど。で、あと後ろとかか。いや、もうないはず。会食を始めますか。はい、大丈夫でしょう。で、これはもうちょっと全部正解を選んでいきたいんで、どうぞこちらへ。リターナ側に触らせてもらうよ。同じテーブルにつける時が来た。乾杯。故郷に乾杯。で、ケフカ。ドマに毒を流した罪。牢屋に入れておくべき。また死刑にしてもいい気がするんだけど。ケフカが毒を使うとは思わなかった。本当かよ。思ってんだろ。それだけは許されない。すべての毒をこの世界からなくすことを誓おう。セリス。セリスは仲間です。ケフカが嘘をついていた。さて、なんで戦争を始めましたか。支配欲。もう少し聞きたいことがある。なぜ和平を考えた。お主たちの力と帝国の力を合わせねばならないと考えたから。で、なぜ兵士と話をさせた。和平に賛成していない者が直接会えばその者たちも分かってくれると思った。幻獣の話をしよう。風魔壁から飛び出してきた幻獣、帝国は大ダメージを受けた。あの力は強大すぎる。世界を滅ぼすかもしれない。確かに幻獣の力は強い。風魔壁から出てきた幻獣の力によって帝国が破壊された時、私の支配欲も消えた。今にして思えばなぜ全て欲しくなったのか自分でもわからない。だからといって自分のしてきたことを超越にしようとは思わない。最初の質問は何だったかなと。え、これ一番最初上でしょ。とにかく私は和平を望んで、それは真実、分かってほしい。休憩にしましょう。で、休憩にする。で、話すんだよね。親衛隊3人いるじゃねえか。これ全体攻撃使ってもいいかもしれないな。やばい。ティナが最大の火力部隊、ティナがやられる。ゲー、ミスりやがった。まあまあまあ余裕だね。なるほどなるほど。なんだ、あ、こいつはみんなあれか、親衛隊としていたのか。一人だけさ、3体しかいなかったってことは誰か一人戦ってないってことだよね。え、どうするの。話を再開しますか。はい。私に望む言葉。戦いの終わりを誓う。頼みがある。幻獣は帝国を攻撃した後、北の方角第三角島の方へ飛び去った。放っておいてはまたいつ暴れ出すと限らない。幻獣を探し出し和平を図りたい。今まで帝国が幻獣にしたことを考えれば我々だけが言っても解決しない。そこでティナの力を借りたい。橋渡しができるのはティナしかいない。同行してくれるか。はい、両将軍。
レオです。こいつどこにずっと後ろにいたの。敵ながらできたやつ、レオ将軍。アルブルグで待っております。幻獣を見つけた彼らと和解してくれ、頼む。ティナが行くなら俺が行く。みんな帝国に残ってくれ。どうも臭い匂いがする。確かに皇帝の言ったことをそのまま信用するのは難しい。我らがここに残って帝国を監視する。頼んだ。え、ね、これ2人だけで行くの。そうだったっけ。なんかシャドウとか仲間になったよね多分。ダッシューズがなくなった。ダッシューズ誰に装備させたっけ。まあいいや、ダッシューズがなくてもダッシュはできる。お、来た来た来た。皇帝からの伝言、会食およびあなた方が直接話した兵士の数によって次のことが決まりました。サウスフィガード帝国軍撤退、ドマ帝国軍撤退、東に行ったところにある風魔壁監修の武器庫解放、皇帝からの贈り物タマの鈴、最後に一つ贈り物があります。タイマの腕は。よし、ちょっと見よう。タマの鈴はヒットポイントが回復。猫のタマがつけていたと言われる首、そうなの、そのまんまだな。タイマ遭遇率が下がる。あと手に入れたのはアラームピアス、バックアタックと挟み撃ち防ぐから結構いいんだよね。疾風の観察しは先制の確率がアップか。悪くない悪くない。アイドガーがいる。帝国を出て南に行ったところにある港町、マドアーマーの運搬で、運搬船か、第三角島へ渡る計画。戦う気はありません。これなんかもうそのまんま、あそこ風魔壁監視所の武器庫は行きたいな。ドマ城とかはね、なんかあったはず。ガストロがそんなこと言った。帝国と手を結んで源氏を探していく。信用できる。ちょっとまあ街は出て歩いていけたよね、風魔壁監視所で。ブラックジャック号は不時着してるから無理でしょ。2人しかいない。そうか、サンダラなんか他の敵にやってくんないとすげえ無駄なんだけど。サンダラは後ろ。火力マジで高いな。ハイポーション、どこだ、ここか。で、ここだよね。で、地下に行って、ここが開いてます。暖炉とかある。ゲーフレーム弾がある。天使の羽、エクスポーション。これなんかある？ない。8000円、エーテルターボ、天使の指輪、エリクサー、アラームピアス、さっきも手に入れた、エルメスの靴、リフレクトリング、2万円。ここには何にもない。13,000円。なんかおエリクサーだけ。隠し通路的なものはないか。フレイム弾ってどうなの、なんかわかんない。2本持ってるよね。アルテマウェポン攻撃力プラス255。ヒットポイントがないから絶対弱いよ。まあまあまあの収穫かな。ロックはでも盗賊シリーズ装備させたいし、ティナはイヤリング、イヤリングがいい。やっぱりもうちょっと仲間が増えるまでは。本当はアラームピアスとあれもつけたかったけどね。先制の確率がアップするやつ。ちょっと待って、これは下ブンドロ、せっかくだ。でブリザラを全体、これでいかがでしょうか。砂嵐やばくない、結構強い。潜水かよ。
いや、いいね。マジ強い。ちょっとハイポーションで一個ずつ回復しよう。で、アールブルグ。まあ、商品ラインナップとかは特に変わってないと思うし、ここはなんかある？帝国兵がいなくなった。商売上がったり、錆びれたな。ここは何も入ってない。うん、まあそのまま向かいますか。レオ将軍がお待ちです。待っていた。私と同行するのは帝国軍、帝国軍ってか帝国の将軍一人、町で雇った男一人。そうか、ここでセリスが復活か。セリスとシャドウ、セリス将軍シャドウ、どうかしたのか。出発は明日、君たちのために宿を取っておいた。今日はゆっくり休んでくる。なんでじゃあわざわざ船によこしたんだよ。別に宿とかで話せばいいじゃねえかよ。レオ将軍も忙しいのか。職務放棄した。どっか行っちゃったよ。大丈夫かすレオ。セリスが職務放棄したぞ。インターセプター。領職はお待ちですって。宿に行けと言われたんだ。俺は異常はありませんです。領将軍から受けたまっております。どうぞ。宿代なんて大したことないからね。言うて何も話してくれない。少しでも疑ってしまった。振られた。やはり人は信じなければ。よく寝つけたな。割と元気じゃないか。寝つけたかどうかは分かんないか。ずっと起きてたかもしんないからね。最高。そうか、飛空艇が壊れてるから船で行くしかないんだよね。でも窓ワーマーとかも運搬してんのかな。あ、ある。機関動力とも異常ありません。明日の朝には着く。それまで休んでるといい。まあ、やることはないからね、船の上で。特に。暇そうだな。兵士と話せばよかった。寝つけないのか。感情が戻った。不思議なもの。帝国に利用され思考までもコントロールされていた私がまた帝国の人間と共に行動している。全てが起伏のようなやつばかりではない。あなたはどうなの。幻獣との間に生まれ魔導の実験台として苦しめられているのを知りながらそれを止められなかった俺も起伏かと同罪。幻獣と人間が愛し合える。その子である私と人間は愛し合える。もちろんだと。適当なことばっか言ってんじゃねえよ。根拠はないだろ。愛という感情を知らない。お前はまだ若い。いずれ分かるようになる。きっと。レオには家族はいないのか。いなそうだよね。でも私は今知りたい。誰？
星を見ながら寝ようと思った。今の話聞いてた？聞くつもりはなかった。俺は何も教えてやれん。答えは自分で見つけるもの。ティナ、世の中には自ら感情を捨てて生きようとする人間もいる。それを忘れるな。そんなに船酔いする？まあ俺も船苦手だけどね。見捨てられた。1日かかるんだね。ん？あ、ティナか。上陸したら二手に分かれる。私とセリスが組む。君はロックとシャドウと組んでくれ。厳重の手がかりを見つけることができたらすぐ報告するように。俺たちも行くか。シャドウ、ロック、私、行くぞ。ひどくないかこいつ。なんだ。レオ将軍これを見てどう思ってんだろう。さて、シャドウがいるけど、シャドウの装備を、げー、なんぼ装備してね。全部引っぺ返したかとか。じゃあシャドウ何がいい？いいじゃねえかこれ。天使の羽はレビテとかで、アラームピアスと先制の確率、これつけ、両方つけたい。あ、敵の遭遇率、源氏の固定。いや、まあこいつは投げるからな。ってことはやっぱり湿布のかんざしつけよう。桜吹雪とか一応下げよう。魔法主体でいこう。それなりのマジックパワーはあるっしょ。これでここに行くのか。一回来たところ、サーマさん珍しい。厳重なんだそれは。獣のことなら村外れの家に住むジンさんに聞いてみな。あ、ちょっと待って、一応武器防具屋覗こう。いらっしゃいませ。ミスリルロック、ああ、これあれだ、多分折れるよね。あの道具で使うことができるよね。氷のロット、日本三本くらいかと思う。全部三本くらいかと思う。金が1枚ずつ減っていく。モニスタか。ホークアイ、ヘビーランス、ダース、多くあります。実はこれ後ろから攻撃できないの？やったら金使ったな。高烈攻撃可能とか。モーニングスターも高烈攻撃とかできないの？ゲー。魔力は下がんな、ちょっとやめとこう。で、これ買っといた方がいいのかな？タイガーマスクとか。ティアラ、あ、魔力上がる。買おう。神秘のベール。この魔力上がんじゃねえか。騙された。絶対こっちの方がいいじゃん。いや、マジで騙されたわ。大地の衣。力出す気。いや、魔法防御はだいぶ下がるけど、これいいな。2つくらいかと思う。いや、これどれだけみんなの分の装備を整えなきゃいけないのかっていう感じだよね。一応最強にして、アフティワイポンになっちゃうから、フォークライにして。で、これも力出す気。さて、アルテマイポンからモーニングスターにして、神秘のベール、これはホワイトドレス。で、イヤリング、イヤリング。イヤリング1個でいいかな？じゃあ何つけるって言ったら特に。っていう感じなんだよね。
敵は別に出てもいいから、タイマーの腕輪はまだつけておこう。何も入ってない。でここがアクセサリー屋さん。エルスメンスの靴普通に売ってるし、全部売ってるわ。竜騎士の靴とかいっぱいあるんだけど、3個もいらん。で町外れのじいさん、よそ者には結構ふっかける。いくらふっかけてくんだ。1500ギル払う。げーやべえ、ふっかけられて寝てしまった。いや安いもんだ。こんな田舎誰も寝に来ないだろう。取っておくんだな。くそ、そもそも減ってた。これ村長の家、長老の家。ゆっくりしていきなされ。魔法なんですかそれは。まあ、一応ゆっくりしていってくださいとは言われるんだ。やまびこ煙幕、え、なにそれ。ギサールの野菜とかないね。わしに何の用か。生涯をかけてモンスターの謎を追い続ける純粋な夢を持った老人、ストラボス。幻獣、久しく聞かなかった言葉、知ってるんですか。知らん。わしは何も知らん。怪しい。おじいちゃん、何をする。その絵筆は全てのものをキャンパスに描き出す。森、水、光、そして人の心まで。リル、新しいお客さん。この人も魔法を使う人。かわいいの、ね、妖精噛みつかれるぞ。奥に入ってなさい。よそ様の犬を。まったく、すまんぞい、かまわん。人には懐かない犬なのに。きっと力にはなれん。ここはどこにでもある田舎の村に過ぎぬ。幻獣などといった話とは関係ない。この村は何かある。では私たちはこれで何の役にも立てんですまん。インターセプター行くぞ。バイバイ。さてあとはここら辺の様子を見つつ。ファイヤー、いやいやいや、燃えるぞ。完全に放火魔だな。ケア、薬はどこかしら。ケアルしてよ。便利だよな、マジでケアルとか。ストラゴスのじいさんに会った。宿屋の親父も無茶な値段は言わない。それだけでストラゴスの許可がいいの。1ギルとか。俺の1500円は一体何だったんだ。いや、あの親父が潤ったのはそれもまた事実だ。で結局寝るんだっけ。他行き着くところは。リルムちゃんに会った。絵を描くのが好き。モデルに立候補しよう。寝るか、とりあえず寝よう。長老に会う。インターセプター隣で寝るんだ。
大変じゃ、リズムか。リズムが火事になって近所の家が巻き込まれて。手を貸してくれ。シャドウ。関係ないって感じだな。インターセプター、どこだ？あのガキが放火したんじゃねえか。あの家の中にいる。ディルム。それは。魔法は禁じたはず。そんなこと、リルムが中にいる。チョロ。仕方ない。離れていなされ。あのガキも使えんの魔法。いや、ガキは使ってないな。火の勢いが強い。炎のロッドが積んであった。わしが行く。私も行く。急ごう。これ時間制限あったっけ。火の回りが早い。これバルーン。ちょっとどうなってるこれ。ブリザラいけ。レイズ覚えた。レイズ覚えればもう、そうだよね。ビスマルクが OK だから、あと何？カーバンクにしとく。適当に。で、ストラゴスも一応、じゃあ、まあ、ラケを覚えさせてやるか。で、ブリザラがどんだけ効くんだ？ブリザラ。魔法は使えません。さっき使ってたじゃねえかよ。どういうことだよ。ダメだ、ブリザードじゃ歯が立たん。圧倒的に火力が違いすぎる。何、いけない。あ、こっちか。これあー、ダメだな。ロックのブリザード意味ねえな。だったらおとなしくヒナに回してブリザラやってもらった方が早いな。防御防御でいいか。バックアタック。じゃあアラームピアス装備してねえかんな。え、じゃあもう防御の、はい、いくつ使うマジか。225か。いけ。20くらい使うな。後ろにいるよね。押す前にエーテル使っときたいな。経験値が多いんだか少ないんだか。あっちー。あれ、これバルーン4。いや、ハサミ使う。これはちょっとめんどくさいな。戦う。ブリザラで。ちょ、待って。味方にやるとこだった。失礼に言うなし。どういうこと。一回ハイポーションで回復させよう。ハイポーション買っとけよかった。金なんだから。これどっちだ。
ストラゴス今前にいる。後ろに下げるか。ケアルダ、よし。ケアルダも覚えれば、あ、まだか。ストラゴス下げよう、後ろに。え、ちょっと待って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 、左って結構復活してるし、こいつら、あいつもまた復活するのかな。フォークアイってさ、別になんかブーメランみたいな形してたけど投げてるわけじゃないんだね。これ攻撃不可能っぽいな。ボーナス丸プラス1個、またいるわ、めんどくさ、入っときゃよかったさっき。3000とか、すげえ。これなんでこんな攻撃強いんだ、ロック。でもダメージが半端ないんだけど。ちょっと待って、魔法でケアルで回復してエーテル2つくらい使っとくか。50回復ね。いけねえのかよ。これはあれか、もうずっとこれだ。じゃあ右が正しいんだな。でこっちで、ブリザラはこうで、覚えた技アクアブレス、こっち使おう。ちょっと見てみよう、アクアブレスの力。さっきアクアブレス使ってたのかな、実はブリザードじゃなかったっていう。でまたアクアブレス立つか。おえー、思ったより強くないんだけど。え、右もなんか行きたいと言って、なんだこれ、どっちだマジで。適当に行ってるけど、氷のロット、こんなとこに。あれ投げるとクリティカルなのか。なんかいる。ちょ、待て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 、火を放ったのはこいつか。そうなの。フレームイーター、ボムベアラー。ちょ待て待て、どうなってる。氷のロット砕こう。どうでしょうか。もう一本折っちゃったよ。倒した、早い。魔法4、エースだ。よしよしよし、リルム、どこだ。インターセプター来んの早いな。間に合わなかった。一応モンスター押し寄せてきてる。こいつどっから入ってきたんだよ本当に。むちゃくちゃ強いし、脱出するぞ。煙玉、煙玉ってそういうもんなの。シャドウすごすぎる。良くなったか、この人のおかげ。この人たちって言ってたけど、恥ずかしいところを見せてしまった。みんな魔法が使えるようだが、ここは魔導士たちの村。昔人間は魔石から魔導の力を取り出した。そして魔法を使えるようになった人間が魔導士と呼ばれる人。魔導士はもうこの世にいないと思っていた。
魔大戦の後、幻獣たちは風魔壁の向こうに結界を作り、そこに隠れ住んだ。自分たちの魔導の力を利用されることを恐れた。残ったのは人間だけ。普通の人間たちが最も恐れたのが魔導士たちの力。魔大戦の悲惨さが身に染みているから。そこで行われたのが魔導士狩り。不当な裁判により魔導士たちは次々と殺されていった。魔法を使えること以外何も変わらない人間なのに。その時に逃げ出し、この土地に隠れ住んだ魔導士たちが我々の先祖。違う島に魔導の力だいぶ衰えた。何らかの力でまだ残っている。協力してくれませんか。幻獣がどうのと言っておった。リルムの命を救ってくれた幻獣探し手伝います。リルム、ダメ、つまん、どうすれば。この島に幻獣が逃げ込んだんなら村の西にある山かもしれない。山、強い魔力を帯びた山。伝説では先住の幻獣の聖地と言われている。暴走した幻獣たちは魔力に引き寄せられた。行ってみよう。つまんない。行きまーす。これシャドウいねえし、どこだ。勘違いするな、こいつのため。出ていくのか。俺は俺のやり方で幻獣を探す。てか全然一緒にいないな。しかも単独行動勝手に取っていいの。雇い主レオ将軍だろ。ちょっと待って、装備アラームピアスとかパクられたまんまだな。まあでもストラボスは魔法系だからね。というところで、じゃあ次回は西の山に向かいたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。